皆さんこんにちは、くーです。はい、今日はですね、ジャニーズ WEST の新曲でっかい愛の PV を見た感想についてお話ししていきたいと思います。いやー、もう皆さん見ましたか？いやー、もう見た時の感想をまず一言で言うんであれば、もうパパジャニーじゃんっていうふうに思いましたね。一人一人のキャラクターもすごい立っていて、まあ、DIY だったりとかお母さんとかいろいろある中で、まあ、そのキャラクターもそうなんですけど、もう純粋にジャニーズ WEST のみんなの個性といっても過言じゃないぐらいジャニーズ WEST の個性が溢れてたなっていうふうに感じましたね。こちら17枚目のシングルのでっかい愛っていう曲なんですけど、こちらダブル A サイドシングルで、もう一つは喜怒哀楽っていう曲もあるんですけど、こちらのミュージックビデオを見た感想についてもぜひ動画を上げたのでチェックしてみてください。こちらのコンセプトとしては、まあ、メンバーとちっちゃい女の子が一つ屋根の下で一緒に暮らしていくっていうのをテーマにしてるんですけど、あと無償の愛っていうのを歌詞にしているっていうのがすごい注目のポイントとなっております。なんか本当一人一人のメンバーのキャラクターがすごい立っていたなって思うのが、桐山くんとかあの DIY やってて、なんかあの切るの失敗してたじゃないですか。なんかそこも桐山くんっぽいなとか、なんか失敗してるのも桐山くんっぽくて可愛いなと思ったんですけど、よくよく考えたら桐山くんって DIY めちゃくちゃ得意ですよね。確か小滝くんも最年少としてか分かんないんですけど、可愛さあふれるこの寝坊小僧というか、もう寝坊してる感じもなんか末っ子感が出てますし、藤井流星くんに関しては、まあ、今こういったコロナ禍の中でよくあるリモートワークなんですけど、なんか仕事ができるイケメンって感じがしますよね。でも結構流星くんは天然なんで、もしかしたら意味のない会議をやってるって可能性もありますよね。その後仲間くんが、まあ、多分仕事場やと思うんですけど、もうこのなんですかね、メガネのこのインテリって感じがすごい外資系とかで勤めて、職場でも英語とか中国語を乱発してるような会社に勤めてそうな、本当なんかエリート社員って感じがしますね。その中で神山くんはずっとゲームやってて、なんかこれも神山くんらしいですよね。なんかこのちょっとこうやってなんかゲームとか最先端のものを手出してると言ってるようなイメージもありますし、浜田くんの掃除とかも完全偏見なんですけど、うわーぽいぽいと思いました。なんか掃除やってそうっていう、しかもああいうほうきですね、木のほうきっていうんですかね、掃除機じゃなくてあの木のほうきで、あのもう掃除してるっていうのがすごいなんかイメージとして湧きました。で最後にそれをまあ全て見てるような重岡くんのお母さんっていうキャラクターもそうなんですけど、なんか本当にコーナー人で本当に一緒に住んでんじゃないかっていうような、全く違和感なくて、なんかいつも日常を見てるような感じがしましたね。僕はすごく、僕はこのミュージックビデオを見て、うわーここマジでやばいなって一番思ったポイントが、あの女の子がすごい落ち込んで帰ってくるじゃないですか。その時にあのみんなのこの目線とか心配してる感じが、なんか本当にまだ皆さん、まあ20代だったり30代ですけど、本当にお父さんっていうような感じがしますよね。で心配してみんなでこのなんか話し合ってる感じとかが、なんですかね、ちょっと言葉足らずですけど、これぞジャニーズ WEST なんじゃないかなって思えるぐらい、まあ、さっきと重複したんですけど、すごいジャニーズ WEST のイメージって感じがしますよね。なんかあのあと女の子いなくなっちゃったじゃないですか。あのあとミュージックビデオ本当に早く見たいなと思って、本当に待ち遠しいなって思いましたね。あと最後にちょっとミュージックビデオ見た感想とはまたちょっと違うかもしれないんですけど、またジャニーズ WEST この楽曲難しそうだなっていう風に感じましたね。最初の歌い出しもこれっていう音がない中で歌い出すじゃないですか。まあ、あの歌い出しの入り方も難しいなと思ったのと、まず声も高いで、その後すぐ裏声とかに入ってるので、またジャニーズ WEST 難しい曲歌ってるなと思ったので、これを歌い上げられるジャニーズ WEST は本当最強だなって感じましたね。なんかこの歌も、まあ、喜怒哀楽もそうですけど、早くなんかの番組とかで早く披露してる瞬間を聞きたいなっていう風に感じますね。あとは先ほどのミュージックビデオの、まあ、最後も気になるので、まあ、これからどん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 ジャニーズ WEST のなんか動向っていうのも注目しながら気長に待とうと思います。はい、今日の動画は以上になります。ぜひ皆さんの方でもですね、
このでっかい愛だったりとか、まあ、この喜怒哀楽もそうなんですけど、ミュージックビデオ見た感想っていうのを、まあ、どんどんコメントで書いていただけたらと思います。自分も皆さんのコメントを見たりとか、まあ、自分が気づかなかった点とかっていうのももちろんあると思うので、ぜひ皆さんの思った点だったりとか気づいた点っていうのをコメントでお待ちしております。はい、自分はですね、こういったジャニーズの話だったりとかグループの話っていうのは自分の思いだったりとか自分のこの主観でお話させていただいているので、ぜひチャンネル登録、高評価で応援していただけたらと思います。でっかい愛を見た後、喜怒哀楽をリピートしたくなるクーです。またね。